小松基地所属の F10 の戦闘機が墜落事故。ついにフライトレコーダーを発見した。パイロットは2名は残念ながら遺体で発見された。エンジンなども回収している。今回は F10 の戦闘機墜落事故原因を詳しく見ていきますね。ですが、小松基地は通常訓練再開です。ロシアの動向もわからない状況です。スクランブルや有事に備える必要が出てきました。2022年1月31日夕刻、石川県の航空自衛隊小松基地から離陸した同基地の飛行教導群に所属する F-15DJ イーグル戦闘機1機が消息を絶ち、直後より何らかの理由による墜落事故の可能性が高いとして捜索が始められた。並行して当該の F-15DJ イーグル戦闘機1機が飛行していたとおぼしき洋上にて、赤い閃光の目撃や爆発音を聞いたとの民間からの情報提供、通報も相次ぎ、早い段階から墜落事故に遭遇したことはほぼ確実だと考えられていた。発生よりおよそ1時間半ほどが経過した当日19時過ぎ頃、捜索に当たっていた小松基地の UH-60J ヘリコプターが現場付近の洋上で当該の F-15DJ イーグル戦闘機の機体の一部とみられる浮遊物を発見し、墜落事故は確定的となった。現の F-15DJ イーグル戦闘機は複座型の機体であるため、前席に小松基地の飛行教導群の司令を務める一佐と後席に1位が搭乗していたが、通常搭乗者が機体を緊急脱出する際に送信される救難用の信号も今回は確認されていなかった。前述の UH-60J ヘリコプターが発見した浮遊物が、当該の F-15DJ イーグル戦闘機の機体の一部であると推定された根拠は、その塗装が飛行教導群の機体に、特徴的な黄色に、黒のストライプ模様が施されていたためである。これは、飛行教導群が、航空自衛隊内の訓練で、敵機役を演じる、特殊な部隊であることを、外観上から容易に識別できるように施されているカラーリングであり、同部隊所属の機体であることが一目瞭然にわかるようになっていたことによる。このため、航空自衛隊としても、早期の段階で、当該の F-15DJ イーグル戦闘機が墜落事故に見舞われたことは想定しており、前述の UH-60J ヘリコプターほか、小松基地から U-125A 救難捜索機を繰り出して、必死の捜索を開始した。こうした航空自衛隊のみならず、海上自衛隊からも、ヘリコプター搭載型、DDH の出雲、片護衛艦2番艦の、加賀、をはじめ、各種艦艇と航空機、海上保安庁からも、巡視船が複数投入され、現場とおぼしき周辺海域で、懸命の捜索が続けられた。捜索は難航したが、ようやく2月11日になって、海上自衛隊の艦艇が海中に沈んでいる F-15DJ イーグル戦闘機を発見。これを受けて、航空自衛隊では、同機に何らかのトラブルが生じて事故に発展、海中へと墜落したことを公式に認めた。並行して、同日に搭乗者1名の遺体の一部分が、海上自衛隊によって発見され、2日後の2月13日にも、別の遺体が発見されるに至り、墜落事故としては、搭乗者の2名ともが殉職するという、痛ましい事実、最悪の結末を迎えることとなった。翌2月14日以降に、航空自衛隊が手配した、民間のサルベージ船によって、海中に没している、当該の F-15DJ イーグル戦闘機の引き上げ作業が開始されたが、現場海域の荒天にも阻まれ、この作業の実施にも時間を要した。しかし、懸命のサルベージ作業の甲斐あって、2月25日には、当該の F-15DJ イーグル戦闘機のフライトレコーダーの回収に成功。今後は、
この中に残されているであろうデータの解析によって、今回の事故原因の追及が進められていく模様だ。フライトレコーダーは、航空機の飛行時の、高度や速度、方向や機関部の出力等のデータを記録している媒体であり、そこに残されているデータを解析することで、事故機が置かれた、物理的な状況を推定し、原因の特定を進めるものだと、期待される。同日には、当該の F-15DJ イーグル戦闘機の総発の機関部が、両方とも回収されており、フライトレコーダーの解析と並行して、そちらの状況からも、事故原因の早期の解明の手がかりとなることが、関係者の間では期待されている。非常に痛ましい展開となってしまった、今回の F-15DJ イーグル戦闘機の事故だが、回収されたフライトレコーダーの内容の解析に、およそ2ヶ月は、かかる可能性があるとの見解を、航空自衛隊は、示しており、まだ、しばらく、原因究明に、時間がかかるようだ。さて、今回の F-15DJ イーグル戦闘機の墜落事故を受けて、航空自衛隊の小松基地では、通常の同期による訓練飛行を自粛しているが、同基地の置かれた地理的な要因もあり、いわゆるスクランブル発進任務のみは継続して行われていた。3月2日には、北海道の根室の沖合の日本の領空に、ロシアのものとみられるヘリコプターが侵犯する事態も発生しているが、小松基地は、日本海側の防空を担う航空自衛隊基地として、唯一の戦闘機が配備されている。場所でもあるからだ。こうしたロシア側からの挑発行為などは、昨今のウクライナ情勢への日本の対応を受けて、さらにエスカレートする可能性もあり、日本側としては、スクランブル発進まで止めてしまうわけにはいかず、背に腹は変えられない感は否めない。ただし、こうした日本や航空自衛隊の置かれた状況を鑑み、3月7日には、小松飛行場周辺整備協議会が、訓練飛行を含めた F-15DJ イーグル戦闘機の通常運用を認める方向を理事会にて決定、小松市と同市議会に、その内容を報告し、再開の運びとなる。小松飛行場周辺整備協議会の、今回の理事会には、航空自衛隊小松基地から、司令も出席し、F-15DJ イーグル戦闘機の通常運用の再開に、理解を求めており、参加した同会の23人の理事らも、おおむね、この航空自衛隊側の見解を支持したとされる。これには、やはり、ロシア軍によるウクライナへの軍事侵攻が、一方ならぬ影を落としており、こうした国際的な状況を踏まえる中で、航空自衛隊のそして、日本の防衛力の堅持に、小松基地の F-15DJ イーグル戦闘機の稼働が必須と認められたと言えるだろう。こうした流れを受けて、3月10日には、小松市長が、小松基地の F-15DJ イーグル戦闘機の通常運用の再開を認めることを表明、墜落事故から、およそ1ヶ月と10日余りで、事故原因の究明と並行しての同期の訓練飛行が再開されることとなった。今回の F-15DJ イーグル戦闘機の墜落事故は、これから、フライトレコーダーの解析を、はじめとして、正確な事故原因の究明が進められるとはいえ、航空関係者を中心に、状況から見ても、搭乗者が、空間識失調に陥ったとの見方が、大勢を占めている。空間識失調とは、航空機の操縦者が、自身が操作する機体の方向や姿勢などの現状について、その実際の状態を把握することが困難となり、自身の感覚とそれとが、著しく乖離してしまう、状態に陥ることを示す用語である。近年の日本では、2019年4月に、青森県の三沢基地所属の航空自衛隊の最新鋭戦闘機、F-35 ライトニング 2A 型で発生した墜落事故も、この空間識失調の可能性が大きかったことが、報じられており、
航空機の操縦で避けがたい事象だと言える。空間識失調が恐ろしい点は、操縦者の技量や経験に関係なく発生してしまう事象であるという点であり、今回の F-15DJ イーグル戦闘機の墜落事故でも、操縦者は飛行機を同群で教練を担うほどの技量を有した熟練の人物であった。そのため、航空自衛隊は、もとより多くの航空関係者において、空間識失調派搭乗者の過失という扱いはされていないのが通例であり、きれゆえに結果として、痛ましい事故に見舞われれつつも、現状航空機で、これを完全に防ぐ術は確立されていない。